悔やんで近鉄奈良線の学園前駅です。まあ学園前という名前がつくだけあってね、結構今この帰宅ラッシュの時間で結構今こう人通りがすごいのよ。学生の、まあ、学生じゃない人もいるんかな。ちょっとだからごめんなさいね、人がめっちゃ入って今回はね入ってくるとは思うけど、まあ気にせず、だってほらもう見て駅降りてすぐがもうこの手塚山学園なんでね、もう今見えるっしょこれ。結構大きいね、これ大学あり高校あり中学小学校ありみたいなね、めちゃめちゃでかいから。とりあえず今日はこの辺をまあ歩けるところまでね歩いていこうかなと思います。地形はすごいややこしそうやねんけどね。とにかく学校をねこう避けていかんとね、だからなんかこう大回りになってしまうんじゃないの。だからさ、そういうのは結構でも、あれだね、この学園前の駅は近鉄奈良線の中では結構大きめの駅なんじゃないかなと思うんですけどね。天気がね今日久々に晴れたから今日行こう思って、花火がねあるからもうあまり撮らんすけど、なんか手塚山大学ってすごい大きいからね、手塚山学園か、手塚山大学あり高校ありで中学校も小学校も幼稚園まであるからね、めっちゃ広いんですよね敷地自体は。だからちょっと離れたいんだな。帰宅ラッシュがねもう学生がもうガンガン通ってくるから、まあ、正直ちょっとあんまりこう入ってほしくないからね、そういうの人が人だかりがあって、どっかで曲がりたいっていうか、このなんていうのかな、学生の進路からちょっとこう離れたいんですよね。遠くの方に今校舎が見えてます。こっちが大池ですね。そして私はどこに行けばいい、産み立て卵ってあるけど卵を売ってるんですかね。あ、こういう感じで、なるほど、お金入れてねコインロッカーみたいなとこで入ってるから勝手に持っていけみたいなね、勝手に持っていけてお金を入れてるから勝手に持っていくっていう概念ではないんですけどね、ちゃんとお金を払ってるからとか言ってるとね、ちょっとちゃんとマップを見ていかないとね、今回はすごいね迷いやすい道やからね。セミが鳴いてるな、夏って感じですよね。ちょっとさっきからね車の往来が激しいんでね、ちょっと一旦こっち側に入りますね。こっちは多分あんまり車通らないと思うんで、一気になんかこう車が全く通らないというか人すらもいなくなった。結構大きい家が多いね。ほんでちょっと待って、カメラ逆になっとるわ、間違えた。まあまあカメラがね逆に当てたと言っても後で編集の時には元に戻すからそういう解説いらないんですけどね。まあ今はねちゃんとなってるけども、回転っていうとこ押したらいいだけのことなんだよ。まあそれをそのままアップにするわけなんてないからね、当たり前のことや。左手になんか泉屋があるけど看板がなんか青いよな、こういう泉屋初めて見たわ。まあ、おそらく奈良とか京都とか他に何やろうな、そういうちょっと古い街並みのあるところっていうのはね、泉屋もそうですけどマックとかねセブンイレブンもそうかな、こう看板の色がちょっとねこうそこのねオリジナルみたいな、あのね僕もあんまうまいこと言えないですけど景観を損ねるみたいなやつなんで、だからまあその
大阪の中心部とかあの辺のとはもう全然ちょっと色が違ってくる。こっちねまっすぐ行くと次富尾という駅かな。富にオスと書いて富尾という駅があってね、そっちに行くんで、どこがまあこうだから一番先端になってくるのかなと。なんか結構豪華なあれがある。何ここ、 RCBA って書いてるけど、はあ、何でしょう、分かんないです。なんか帰ったらよかったのにな。先ほどの RCBA というあのおしゃれな建物ですが、どうやらなんかねロシアのクラシックバレエの教室やったみたい。あとでマップで見たんですよね。あとで見たらね、あのなんかバレリーナの看板があったから、うん、あれちょっとまあ近く通っただけではわからんわね。まあ今この辺がねさっき通ってきたとこなんですけど、ちょっと踏切渡ってねちょっと細い道に入ってしまった。おっと、ここ通っていかなあかんのかな。まあ普通のね住宅地やからあんまり取っててもしょうがないでしょ。踏切の音ちょっと離れたら小さくなっていくんやな。天気またこれ久々にいいよな今日。お、こう校舎がまた見えてるね。急になんか坂道が多くなってきてるけど、ちょっとそろそろ開けたところに出たいな。なんかねめっちゃ生活感あるもんな、うん、ちょっと駅前にまた戻ってきてしまったけど、ちょっとあの駅のねこっち側に行きたくて、こっち側ですね、こっち側にちょっと行きて今から行きますね、うん、こっちにまあなんかなんていうのかな博物館的なやつがあるらしい。まあ入らんけどね。うん、やっぱこの辺はなんかこう学校がね入り組んでてすんごい歩かりにくい、なんか歩きにくい、うん、次を曲がったらいいんかな右に。あっちになんかねまあちょっと目視でしかできないけど、あのこう何々はこっち何々はこっちみたいな看板があるから、それを見たらまあちょっと分かるんじゃないかなっていう。とりあえずその博物館的なやつの前通りたい俺としてはね。5時半か、早いな時間経つの。ということで、あ、ほらほらあれですわ、この前に真ん中ぐらいに出てるやつな。で、まあちょっと今日は休館なんでそもそもが、だから別にいいんですけど、そもそも入るつもりはなかったけど、ついたらいいのな。どういう風に行ったらいいかがよく分かってないからね、ほんま適当に行ってるからな今日は。そもそもだって今日このね学園前に来ようと思ったのがだいたい今日だからですよね、夕方の4時になったぐらいの頃やから、そっから急いでここまで来て、まあ、だいたい4時40分ぐらいに着いたんですけど、だからもうほとんどノープランで今日も来てるから、まあ休館日なんでねあれですけど、あ、入り口あるわ、ここに、ここです。ちゃんとしてるな、なんかすごい、ここですよ。で、てかどういうあれなんやろね、美術館みたいなやつなのかな。行かずに右に曲がる。なぜなら坂道に登りたくなかったからと思ってたら、こっちも坂道やったっていう。しかもこっちの方がちょっと急じゃないか。やっぱこの辺ってね、前にあっこ行った時もそうやったけどね、五位堂かあっこ行った時もそうやったけど、坂道多いんよね。やっぱりちょっとね、標高が高いところにあるから、標高というかね、その
こっちになんかね、ゴジラなのかな、ちょっとあったりして、ゴジラせっかく映そうと思った時にがっつり指が映ってた。しかもここめっちゃ坂やん。よし、ちょっとなんかちょっと大きめの道路に出てこれた。まあもうこっち半分っていうのはあんまりほんまになんかね、大してな、なんかこう住宅地とかしかなくて、あとはもうほとんど学校で、あんまりだから取れ高っていうのがないんですよね、実際。だからこのね、線路挟んで反対側の方がまあまあその街として取れ高がある分やと思うんやけど、まあでもね、なんかちょっとこう途中で中途半端に終わるのもありやし、ここで手使いましょう、学校か。で、こっちの辺もあれかな、もうそろそろ反対側に行こうかな。時間もあんまかけたくないしね、今日は。うん、もうね、あの夕飯時やからね。俺もそのあれですよ、今日来る前にちょっと待って、あれやから炊飯器のスイッチを入れてきてるからね、早くまあ飯を食らわなあかんという感じなんで。駅を挟んで反対側に来ました。このバスのロータリーがあるのは相変わらずでしたけど、前半はね、前半のそのね、こっち側はこの右側っていうのはいまいちよくわからんかった。なんか最終的にはこっちはね、結構ねこういう大きい複合施設があったりするんで、まあまああれなんですかね、結構あの発展してるんじゃないですかね。言葉を選ぶのが難しいな。発展してるっていうのもなんかちょっとね、絞り出したけどもいまいちこう良くないんじゃないかな。このままね、こっち側ちょっとね、あのこっちの方がさっき行きたかったんですけど、あのまあこのね、北側と南側と一応両方行っておかんとね、なんか来た意味があんまりないのかなという、ないことはないんでしょうけど、雰囲気が全然違うもんね、こっち側と。ちなみに今こっちにね、このまままっすぐ行くと次はあやめ池という駅に行ってしまうんで、昔ねあやめ池の遊園地があったんですけど、2004年かな、2004年に閉園したんで、今はただの住宅地にね、何の申し込みもない住宅地になってしまってるんで、田んぼをするにも適してないんじゃないかなと。そうか、ほんでこれをまたさらにね、今行ってる方向はまあ北なんですけど、北にまっすぐ行くと次は学研奈良富ヶ丘というところに着くんですよね。近鉄京阪奈線、そのままこう西にまっすぐ行くと地下鉄、中央線とね連絡するんですけど、ね、乃木坂の集まってあるようなパン屋なんや。一瞬これだからパン屋のポスターが貼ってあったからさ、パン屋やと思うけど、なんかちょっとその何セクキャバ的なやつと思ってしまうね、風俗的なやつ。乃木坂46の顔になんかめっちゃ寄せて整形したスタッフがいっぱいいるみたいな。まあそもそも俺が乃木坂46をほとんど知らんからね、マジで全然知らん。 AKB 自体もほんまに知らんしな。そもそも AKB 自体が今存続してるかどうかすらもよく分かってない。なってましたね。で今からこっちの方向に行きたいんですよね。こっちからこう歩いてきたんやけど、でね、このまま
っちかな、ルイ塾あるけどね、山崎ショップがあって、こっちにね今から行きますね。さっきのところでよく灰皿があったんでよかったんですけどね。こっちの方がやっぱ全然なんかこう田んぼしやすいわ。うん、このね、北側か、北側の方がいいのかな、まあ、こっちはもうほとんど団地やけどね。うん、こっち何でしょう。で結構ね道路の形がね割とシンプルで、あのなんかね5番の目でもではないけど半5番みたいな、ちょっとそんな感じですね。ちょうどねなんかねこういう形なんですよ、分度器みたいな形になってるんですよ。北側じゃなくて南側はもうなんかどこに行ったらいいかようわからへんくて、ほとんどなんかこう学校がほとんどの面積を取っててね、よくわからんかったわ。さっきね看板があって、そのさっき言ってたこのねこういう道路の形になってますっていうね、あのなんていうんですか、道路地図みたいなね看板があったんですけど、最初だからそれを取ってほらこんな形になってますみたいな言おうと思ったんですけど、まあ、この辺住宅地じゃないですか、がっつりこうね家の名前が全部書いてあるんですよ、田中さんで山田さん佐藤さんみたいな感じで、ちょっとそれだからそれ取るわけにはいかんかなと。まあ名字だけやからね、別にそんなにその名前取られた人も嫌な感じはしないと思うけど、なんかちょっとこれ取るのは人としてちゃうよなみたいな思ったんで結局取らなかったんですけど、うん、こっちをじゃあ左に曲がりますね。服部って書いてる。こっちにならどうしたいよって書いて。こっちですね。あ、これこれこれ。これですよ。今透明やからいいけど。うん。もうすぐ駅ですよ。駅着いたら終わろうか。今日は、そうやね。なんか、いまいちこう、ハイライトみたいなのがなかった気がするな。あとは言ってたら駅に着いたわ。着いてないんか、まだ見えたけどな、今。まあもうこれね駅前に来てるということで、まあちゃんとねちゃんとしたとこまで行くけど、こっち何でしょ、スポーツクラブか、時間がちょうどねいい時間やからね、今もう6時過ぎた。このまま家帰ったらだいたい7時ぐらいかな。そんなうちもね、こっから近くもないからね。だいたい何駅ぐらい。ということで、駅に着きましたけども、駅舎がでかいですよね、これ。やっぱり。だから近鉄奈良線の中では、多分5本の指に入るんじゃないかなと。やばい、どこで終わろう。そやな、どこで終わろうかな。ちょっと終わり際を今ちょっと見失ってるぞということで、もうここで強引に終わらそうかな。うん、でも北側と南側はなんかあれね、ロータリー部分が似てるわっていうか、さっき言ったことよう似とる。うん、というわけで、ね、まあまああれっすよね、駅舎が今結構めちゃめちゃ大きいなっていうので、今回一番なんかそこが印象残ったかな。うん、ということで、今回はもうこの辺で終わります。はい、駅前まで来たんで、ということで、最後まで見てくださった方はありがとうございましたと、またチャンネル登録もお願いいたします。さようなら。